正直、別に私は都民じゃないし、小池が勝とうが、蓮舫が勝とうが、直接の関係はないわけで。その意味では、都民の皆さん、ご苦労様です。しかし、蓮舫応援団を見てると、なんか悲しくなってくる。 皆さん、こんにちは、はにゃです。本日は2024年6月22日ですね。で、この動画では、都知事選にチャレンジしている蓮舫氏の足を引っ張る方々の様子を見てみたいと思いますので、敵は身内にいるんだなぁと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また、明日夜9時からライブをしてますので、よければコメント欄、固定コメントからどうぞ。では、今回の目次はこちらです。で、6月20日に告示された東京都知事選挙。 投開票は7月7日ということで、現職の小池都知事が無難に勝つのか、野党票を集めて蓮舫氏がどこまで追いつくのか、またネットで人気のあの人が、みたいなことがあるわけで、私は現実を見たらという意味で小池さんの勝利は動かないだろうと思いますし、さすがに組織票で150万票近く蓮舫氏が取ってくるだろうと思ってます。万一7月7日蓮舫氏が3位以下に転落することがあったら、 当日のライブは日が変わるまでどんだけ下ってもやり続けることを約束するという、誰得なことを私もしてますよ。で、そんな都知事選、まあ、告示直前に例の学歴詐称疑惑ということで、小池知事の元側近の小島氏が告発したり、また蓮舫氏が告示前から違法な事前運動をしているということで、昨日は弁護士さんが告発したりと、なんか告発祭りになりかけてますが、大変だわ。 で、まあ、この選挙を小池さんが、いわゆる保守系から支持されてるとかではなく、他方蓮舫氏は当然、元所属先の立憲からの支持を得てるし、また、立憲共産党と揶揄されるどころか、共産党の公認候補かなって思われるほど、共産党系からも熱い視線があって、まあ、蓮舫応援団の方が活発な活動をされているような気がする。というのが私の印象。ただ、そのために暴走する方々も。で、小池知事が、 今回、都知事選、最初の街頭演説は、明日22日土曜日、私にとって思い入れの強い、当初部、八丈島にて行う予定です。文化や伝統、美しい自然、当初は東京の宝と宣言をして、最初の街頭演説を八丈島で行うことを発表したんですよね。ただ、これに対して批判する人がいる。元事務次官の前川紀平氏は、渋谷へ行けば会える蓮舫さん、八丈島まで行かなければ会えない小池さん、と小池氏を作って また元朝日新聞記者で現在は YouTube で活躍してるのかな佐藤明氏は「小池百合子どこまでも姑息だね」「突然八丈島では忖度抜きの我々フリージャーナリストはいけないからね」でも反対に言うと「小池がいかに学歴詐称疑惑を聞かれることを嫌がっているかよく分かるね」つまり詐称は間違いのない事実だということ論理的に考えれば誰にでも分かるなど分析をしている。 たださ、えっと、この人たち、八丈島を何だと思ってるのそもそも八丈島に住んでる人も都民である以上、投票権を持ってるのであって、その人たちに向かって選挙活動をすることになんだ問題はない。むしろ必要ですよね。また、八丈島まで行かなければ会えない小池さんというが、八丈島の人は蓮舫さんに会えるんだろうか。 うがった味方をしたら、蓮舫さんは応援団を引き連れて街頭演説をするから、その人たちが八丈島に行くのを嫌がってるだけじゃねえって話かも。そして佐藤さん、えっと、こちらをご覧ください。こちらは東京新聞6月21日の記事ですが、見出しは、小池百合子氏はゆかりの島で初の街頭演説へ、蓮舫氏はあの人の地元八王子で帰省。東京都知事選ですね。んゆかりの島 で、中を見ると、小池氏は21日午前、選挙戦初となる街頭演説を八丈島で実施する。と自身の X、旧ツイッターで発表、八丈島は、小池氏が初当選した2016年の都知事選でも、告示日翌日に視察に訪れたゆかりの場所ですって、えっと、佐藤さん、小池百合子、島からスタートって、別に今回が初じゃないっすよ。 まあ、あ、前回はコロナ禍だったから話が変わりますが、学歴詐称疑惑から逃げたって、え それに例えばこちらは、都知事候補の清水国明氏の6月21日、22日のツイートですが、先日伺った八丈島に明日も行ってまいります。昨日は多くの取材をいただき、夜は東横の子供たちに会うため、深夜には新宿に行ってまいりました。本日八丈島に行こうかとも考えておりましたが、悪天候だったため明日、再度お伺いしていきたいと思います。6月22日土曜、8時30分、八丈島着。 八丈島に来ております。以前も来た際に災害時連携等、本土とのつながりについてお話しさせてもらいました。今日は改めて島民の方々と、島の豊かな文化や自然をどのように次の世代に繋いでいくのかだろう、前向きなお話をさせていただきたいと思います。ですって、えっと、清水さんは何かから逃げたんですかそれとも佐藤さんたちは清水さんのことなんかどうでもいいと思ってるのかな でね、これに加えて、そもそもこのように、いわゆる人が少ない田舎の方から選挙運動を始めて、そこから大きなうねりを作って結果を生むという手法は、古典的手法としてあって、川上戦術とか言うらしいですね。田中角栄氏が元祖だという声も聞きますね。そして例えば、2010年6月24日の日経新聞では、民主小沢氏、得意の川上戦術、金丸元副総理の墓参りも、という見出しの記事もあったりと。 えっと、どこをどう論理的に考えたら、あんな結論になるんだろう。単純に小池氏の行動は、都知事選に初当選したときと同じことをしてるだけで、しかもその手法は、選挙における常等手段であり、かつ、田舎であろうが、都民である島民をバカにすることが許されるはずもなく。また、他候補者も同じようなことをしてるのに、小池氏だけが逃亡なんだこれ。えっと、佐藤さんの記事や動画、普段から大丈夫かしら そして、前川喜平氏って候補者選定に関わった人物ですから、ある意味単なるジャーナリストの佐藤氏のざレ言とは違うんだよね。そういえば、前川喜平氏は、蓮舫氏が当選したら朝鮮人学校の無償化をやると、どの立場でお前は話してるんだということがありましたが、これ蓮舫氏も困ってるんじゃないでね、おかしなことを言う人がいると、変に目立つから困るのよね。 こちらはトースポー6月20日の記事ですね。見出しは。都知事選辻元清美氏、萩生田さんも小池さんの横に立って応援演説したらどうですかですね。何これ。で、中を見ると、20日、JR 中野駅前で東京都知事選に立候補した前参議院議員の蓮舫氏が街頭演説を行った。 応援に駆けつけた辻本清美参議院議員が蓮舫氏とバトルを繰り広げている現職の小池百合子都知事を攻撃した。マイクを握った辻本氏は蓮舫の友人であり戦う仲間を20年以上続けてきましたと挨拶。辻本氏がやり玉に挙げたのが小池都知事をステルス支援している自民党の萩生田光一都連会長。政治手腕とか政治姿勢。 誰に応援されてるかによってその人の政策が大きく変わってまいりますと指摘。自民党はなんか知らんけど小池さん応援されるらしいでしょ私たちのように堂々と萩生田さんも小池さんの横に立って応援術したらどうですかやましいことがあるからこの世に立って応援できないんじゃないんですかと強烈にひ肉くった。ということですね。また例えば産経新聞6月20日の記事では、立民都知事選で与野党対決を演出、次期衆院選に睨み、 国政と地続きという見出しの記事があり、中では、長妻政調会長は小池氏を支援する自民党都連の萩生田光一会長の名を挙げて、向こうは後ろに自民党がいると力を込めて、辻本清美代表代行は、東京の政治と国政は地続きだと訴えたとかやってますが、えっと、これ、小池市長を表明している国民民主党連合に喧嘩を売ってるよね。 そもそも国政と地方は論理が異なるということで今年初めの東京市長選では立憲と自民党が松井氏を応援してたわけでその時のことを忘れてるのかしらとも思うけどまあ東京と京都は違うとか言い始めるとこれもこれで問題よでこんな風に小池の背後には自民がいるからとか騒ぎまくってるのはクレイジーだしまあ確かに蓮舫さんの背後には共産党がいるというか背後じゃなく前面に出てたわけですが 辻本さんや長妻さんのこのような主張というのは何とも気持ち悪い。これで小池陣営が蓮舫さんが当選したら共産党もついてきますよって叫んでたら下品と思いませんかねまあ、辻本さんの理屈では誰が応援するかで当選した知事の政治的なものが決まってくるという理屈だからなんでしょうが、ほんまかああ、しかしながら蓮舫氏を応援してる前川喜平氏を見てると蓮舫氏が都知事になった時のスタイルがわかるということなのかな すなわち、離島に住んでる人はどうでもよくて、都会の方だけ見て活動してたらいいってことなのかしら、蓮舫さんは。辻本さんの理屈だとそうなっちゃうよ。 まあ、辻元さんも代表代行として活動されてて、また、この都知事選についても、蓮舫、あんたしかおらへんで、と蓮舫さんを都知事に来いいたのは自分だ、とアピールされている辻元さんですが、ちょっと調子に乗ってるのかしら。テレビ番組に出た際に、立民辻元氏がポスト岸田を疑問し、小泉さんにできるなら私も。 河野さんはハラハラ。ということで、自民党の総裁候補として名前が上がってる人をいじるついでに、それだったら私が総理できると、まあこれは冗談なんでしょうが、へんてこなアピールを。泉健太を蹴落としたいで、まあ蓮舫氏がチャレンジャーってことで、精力的に都知事選で活動されるのはわかるんですが、なんか周りがね、 以前からご紹介している通り共産党は暴走してるのかなと思うくらい蓮舫さんより前に出て都知事選候補蓮舫をアピールしてましたよねまあ告示国事日以降逆におとなしくなってるかもというところもあったりああでも先日の動画でお送りした共産党の国田議員が変なツイートしてるよ蓮舫さんの顔を使って選挙募金とかどういうことってのがありましたがなんかツイート消してますね 都合悪かったのかしらまあ共産党がそのように暴走している姿に対して、例えばこちらは日経新聞6月19日の記事ですが、立民幹部は小池氏に抱きつこうとする自民党は蓮舫氏にとっての共産党だと語るという話が載ってますね。うん。まあ、そんな感じはするわ。 どこまで本当かわかりませんが、NHK との立ち話も、立ち話は、蓮舫氏と会った際に直接、共産党の応援はマイナスでしかないと指摘したところ、蓮舫氏から、応援してくれる人をやめてくださいとは言えないとの返事があった、というエピソードを披露してますね。また、最初に触れた前川さんですが、蓮舫さんの40年来の友人、リカ子さん、蓮舫は昔から嘘がない、本当にまっすぐな人、 小池由り子氏にこんな友はいない。それどころか、最も近しい関係だった、長道院大閣氏や、北原桃義が、彼女の嘘を明らかにした。どちらが人間として信用できるかは歴然としている。とか、蓮舫さんを慕う後輩はたくさんいる。小池由り子さんには一人もいない。などとコメントをしてる。あー、品が良くないな。お前は小池氏の何を知ってるんだってこともあるしな。いやね、先日も紹介しましたが、蓮舫氏と米山氏の話とか、 別に、この理カさんの話も、それはそれでいいじゃん。蓮舫さんのいい話だけでいいじゃんと思うのよね。それをなんかわざわざ小池先のために利用してるのを見てると、下品だなって思ってしまう。まあ、蓮舫氏が当選したら、前川氏も辻元氏も共産党もついてくるわけですからね。って、こんな本人が語る党政への熱い思い以外のことで、アホみたいな言い合いをさせようとしている辻元さんや前川さんは、蓮舫さんにとって良くないと思うけどね。 てか前川さんは元事務方トップのくせになんでそんな離島を切り捨てるかのような発言をしちゃうんだろうマジで蓮舫さん共産党もだけど自分の身内に文句を言った方がいいよあーでも辻元さんの意見に従って前川喜平さんにもっと前に出てきてほしいって思ってるのかしらあんな過疎地に現在住んでる人たちをないがしろにしようとしてる人って終わろうと思ったら先ほど確認したら佐藤氏八丈島まで行くってさ そそしてれれに飛びつく前川氏なんだこれまあ、何にせよね、まあ、私からすると、まあ、外部の人間ではありますけどもちゃんと政策でね戦ってほしいなとなんか足の引っ張り合いをしようとしすぎててタン・まあ、単に蓮舫さんの周りの人たちが醜悪な態度をとってるのが見えてくるだけで私はこれはとべにとっても誰にとっても得はないだろうと思っちまうんですけどねまあ周り回って小池さんだけ得するのかな。 皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメントなんてお伝えください。またね、まあ、最近なんか再生回数が増えてきてるんですけども、前川啓平氏がおかしなことをしたというかね、まあ、実際には立憲民主党の五十嵐衣議員、まあ、この人、武蔵野の方の市議会議員なのかな、今。 もともと小西さんの秘書やってる人なんですけども弁護士も今やってるんですけどね、まあ、その方が安倍さんが、ね、亡くなったことについて爆笑してるシーンが問題となったことについてお伝えした動画をこちら側にまたな都知事選で共産党が蓮舫さんを食い物にしてるねってことについてお伝えした動画をこちら側に合用意してますのでご存知ない話がある方はねぜひともチェックして,てくださいではぜひともチャンネル登録高評価もお願いします皆さんの高評価ボタンがこの動画のパワー私のパワーになりますからこの動画を拡散させたいと思った方々もね ぜひとも高評価ボタンで協力お願いします。では次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。